質問はですね、どうしたら人の力を借りることができるのでしょうかということですね。どうしたら人の力が借りられると思いますか。どうしたら人の力を借りることができるんでしょうか。どうしたら人の力を借りることができるんでしょうか。まず自分の弱さを素直に認めるですか。どうしたら人の力を借りることができるんでしょうか。これ聞いたことないですか。どうしたら人の力を借りることができるんですか。だからその借りを作ることをその悪いことだと思わない。借りを作ることは悪いことじゃないですか。借りを作ることは別に悪くないです。借りを作ることは悪くないんですか。でも私どうしても悪いと思っちゃうんです。いいですか。人の力をどうしたら借りることができるのでしょうか。仏教ではどういうふうにおっしゃられてます。人の力をどうしたら借りることができるか。仏教の教えにあるじゃん。仏教の教え。そう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 。そう。まあ何回も聞いてきたと思うんですけどね。そうですか。人の力をどうしたら借りることができるのでしょうか。健全精進の相を演じないとか。どうしたら人の力を借りることができるのでしょうか。何かヒントは。何かヒント。人の力を借りることができない人はどういう人なんですか。我の強い人。うん。人の力を借りることができない人はどういう人なんですか。人に迷惑をかけたくない、うん、人の力を借りたく、うん、借りられない人。人の力を借りることのできる人はこういう人。人の力を借りることのできない人は、まあ、ヒントで言ったからね、言わないとダメですよね。人の力を借りることのできない人ね、この反対はどういう人かというと、仏教から言うとね、貧しい人っていう、はい、人の力を借りることのできない人を仏教では貧しい人って。だから質問は、貧しい人がどうしたら豊かになることができますかっていう質問ですよね。こういうことですよね。どうしたら貧しい人が豊かになれますか。お釈迦様がね、托鉢をされた時にね、二つの道があった。一方はね、お金持ちの村、もう一つは貧しいね、農村。そこでお釈迦様は貧しい方を選ばれたわけ、ね、そしたらお弟子の方がね、なんでそんな貧しいところに行くんですか、こういうふうに言ったわけ。そしたらお釈迦様は、いやいや、この人は過去世で施しをしてこなかったから貧しいんだと。はい、
ということは、どうしたら人の力を借りることができるんですか。施しをすれば。施しっていうんですかね。伏せ。うん、伏せ。これが決定的に足りないんです。って思うでしょ、うん、私はやってきたはずなのにな。たくさんやってきたはずなのにな。伏せはやってきたはずなのにな、うん、でもこれが足りないんです。伏せが足りないんです。だから人の力を借りることができないんです。なぜ。いや、おかしいですよね。一生懸命やってこられたんじゃないですか。もう精一杯やりましたね。精一杯やっているのになぜね、足りないと言われるんでしょうか。何が違うんですか、今までやってきたことと。いや、今までね、私は一生懸命ね、仏法のためということでお金を出してきた。与えたけれども受け取ることをしなかった、うん、見返りを期待しているから。見返りを期待しないってことはどういうことなんですか。与えても返ってこない、はい、うん、うん、今までやってきたことは不正ではなかったんです。まずね、不正って何ってことなんですか。不正はそのことは喜びである。うん、そうそうそう。不正というのは不正をすること自体が喜びなんです。ここがポイントね。伏せをすることは喜びなんです。だけど今までやってきたのは、伏せをしてきたことが苦しみ。はい。今までね、聞いてきたよね。無理をしなければ財政にならない。財政にならないとね。そうすると、いわゆる相手が伏せをしようと思ったらね、相手が自分に対して不正をしてくるときにどう感じてしまうんですか。苦しいんだろうな。そう、苦しんでるんだろうなと思ってしまうってことです、うん、だから借りられないんです。自分が不正を喜んでやってきたことがないんです。だから相手が不正をするときに対して相手が喜んでいるっていうふうに思えないんです。だから借りられないんです、うん、だから無理をしちゃったらダメなんですよ。不正っていうのは喜んでできる範囲が不正なんですね。喜んでできるものが伏せなんですよ。伏せっていうのはね、だから伏せをしている人は気持ちよく伏せを受けることができるんです。だから豊かになれるんですね。だけど人の力を借りることができない人っていうのは相手のした伏せを受け取れない。なぜか、それは自分が人に対して施しをするときに苦しみながらやってるからです。全て苦しいと思ったかって言ったらそうでもないんですけれどね。信頼会でやってきたのはみんな苦しかったですけど。はい、だからやる気がなくなったわけ。そうじゃなくて、伏せというのはね、喜びながらやるものなんです。伏せっていうのはね、それは何でか、
まず伏せっていうのは、ね、相手を喜ばしてあげたいという気持ちでやるんです。そして相手が喜んでくれるときにね、自分も喜べるんですよ。これが伏せなんです。だからまず伏せっていうのは、相手に喜んでもらいたいっていう気持ちが大事なんですね。相手に喜んでもらいたいっていう気持ちが伏せなんです。伏せっていうのは、ね、そして相手が喜んでくれたことを通して自分も、うん、喜べる。これが伏せの精神なんです。それが本当に分かっていたのならば、伏せを受けることに対して何らですね、抵抗はないんです。なぜならば、伏せを受けることは相手にとっての喜びだからです。だから気持ちよく受けれます。逆に言うとね、気持ちよく受けれないと相手は喜べないんです。つまり伏せの喜びを知ってもらうためにも、喜んで受け取ることが大事なんです。だから人の力を借りるっていうことは、相手に喜びをプレゼントしているようなもんなんです。相手に幸せをプレゼントしているようなもんなんです。だからお釈迦様は托鉢に行かれたわけですよ。自分が食べるものをね、皆さんからいただく、それは皆さんに伏せの素晴らしさを教えるためなんですね。だからお釈迦様はわざわざね、自分が必要なものを自分で用意されずに、自分が必要なものを皆さんからいただけるように回っていかれた。だからいただくものをありがたく受け取ってね、そしてそれで生活しようとしたわけ。それは人々にですね、伏せの喜びを知ってもらうためなんです。伏せというのは幸せなものであるっていうことをね、知ってもらうために托鉢に行かれたんです。だからぜひね、伏せの喜びを知っていただきたいんです。相手が喜んでくれるかどうかっていうのは、はい、相手をよく見てないとわからない。そうです、うん、そうなんです。相手が喜んでくれるかどうかは相手を見てないとわからないんです。だって伏せっていうのは、相手が必要としているものをあげないといけないんです。相手が必要としているものを渡してこそね、その伏せになるんですよ。だからお釈迦様は分かりやすくね、自分の食べるものを食べずにね、回られるわけ。そうすると明らかに私はお腹が空いてますっていうことになるわけですね。だから食べ物を渡してくれば、渡していただければね、私は感謝できると。だから必要なものをちゃんと示しているわけですね。だから伏せっていうのは、相手が必要としているものを渡してあげるってことが大事なんです。そのためには相手のことをもっとよく見ないといけないんですね。相手のことをもっとよく見る。
そして相手が必要としているものを、うん、プレゼントしていく。それがとても幸せなことなんです。喜びなんです。いわゆる相手が必要としているものを私が用意してね、相手にプレゼント、できたら、それを相手がね、喜んでくれたら、私も喜びなんです。プレゼントのこの上手な人っていうのは、はい、やっぱりその相手をきちんと見ている方なんですか？そうです。相手をちゃんと見ている人なんです。ちょっと私の友人なんですけど、はい、彼女は実にそのお土産とかそのプレゼントがすごい上手な人で、はい、私彼女からもらったものは全部わかるんですね。これはその人からもらったものだっていうのがね、はい、それは本当にこう私が欲しいと思ったものであるとか使いたいと思ったものばかりで、はい、なんて言うんだろう、ただ、海外行ったからお土産で買ってきたっていうようなものじゃなくて、はい、すごいそう感動するんですよね、彼女のお土産には。はい、ところが会社の中で例えばそのインセンティブがあって旅行に行くとみんなにお土産を買ってくるんですけど、はい、そういう時になんかみんなでお金を出し合って買うって言った時に、はい、もう何でもいいでこのお金の範囲内で人数分だけ買ってとかってこういうふうに言われる時があるんですけれど、はい、なんかそういう時ってもう買っていかなきゃいけないっていうような思いで買うもんですから、はい、もちろんその逆でもらう時もありますよね、そういうものをね、はい、なんかねこう誰々さんにもらったって覚えてないものがいっぱいあるんですよね、はい、私やっぱその人を見てるとやっぱ相手をやっぱよく 見てるっていうか、よく相手のことを思ってるっていうのがちょっと相手のことを見ているっていうよりも、伏せをすることが喜びだからやってるんです。伏せをすることが喜び、そう、つまり相手を喜ばせることがその人にとっての喜びなんです。だからやるんです。純粋にそれが楽しいんです。この人はどういうことをしたら喜んでくれるかなっていうことを考えることが楽しみだし、こういうものを用意してあげたいって思う気持ち、それが不正の精神なんですよ。不正が楽しみなんです。不正が喜んでもらいたいっていう気持ちがね、伏せの精神なんですよ。喜んでもらうためには相手が必要なものを用意しなかったら喜べないんです。そうですね、はい、だから今まではね、結局伏せというものが全くわからないわけ。例えば何かのご縁を用意されました。そのご縁自体がね、みんなにとって喜んでもらえるものじゃないんですよ、まずその第一に。だからそれに対してお金を出すことも嫌なんです。だけどこれは祝善になるからということでね、これ一生懸命やってきた。だから苦しいわけですね。つまり相手なんて見てない、相手が喜ぶかどうかなんて関係ない、誰かのエゴでね、仏法のためだからっていうことで用意されたものにお金を出してきたんです。だから全然伏せの精神が学べなかったんです。出しても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 学べなかった。いや、そのね、それよりもそのお友達のいわゆる喜んで自分にね渡してくれたその一つ一つの方がよっぽど仏法精神にかなっていたってこと。だから人に喜んでもらいたいという気持ちでその用意される人っていうのはね、本当に仏教が分かっておられるならば、人の力を借りるっていうことも気持ちよくできます。
だから人の力を借りることができないのは癖の喜びがわからないから。ここがいわゆるポイントなんです。伏せっていうのは相手が必要としているものを施さないといけないし、また自分がそれをすることが喜びとならないといけないんです。伏せの心ってこう自分にとってこう身につくのにはどういうことをやっていけばいいの？どういうこと？それは日頃から伏せに心がけるってことですね。伏せに心がけるっていうことはまずは相手をよく見るってことです。相手を見なければ相手が必要としているものは分かりません。そして相手が必要としているものを、いわゆる自分が用意することが喜びになればいいんです、ね、例えば相手がね自分の話を聞いてもらいたいという気持ちでいるのならばですね、その話を自分が喜んで聞いてあげる、それが伏せになるんです。それをね、自分がいやいや聞いてる、もう本当は苦しいけど相手が喜んでくれるからっていうことで、とね、こういうのは良くないんですよ。自分が喜んでできる範囲が伏せですから、苦しくなってきた時点でちょっとごめんねって言って別れた方がいいわけ。気持ちよく聞いてあげられる範囲が伏せなんです。それを心がけていくと相手にも伏せの精神が宿ると、ね、いつもね私の話を聞いてくれてね悪いわねって言ったらね、ううん、それが私の喜びだもん、いいよって言えるわけ、気持ちよ。そうするとね相手はいやなんて素晴らしい人っていうふうに思ったりするわけ。これはね苦しいって言っているのにね、うーんと聞いてね、でいつも悪いわねとか言うと、ういいよいいよは全然伏せにならない。気持ちよくできる範囲が伏せなんです。この伏せの精神が身につけば本当にこうなんていうんですかね、みんなから愛されるような、人が集まってくるような、そして、人の力を気持ちよく借りることができる。だから相手が一体何を必要としているかっていうことが大事なんです。それを正しく見極めることが伏せでは大事なんです。だから托鉢、お釈迦様の托鉢は分かりやすいように食べ物にしたわけ。だってお腹を空かせている、何も食べていないっていうことを示してね、でくださいと。これだったら分かりやすいでしょ。必要としているものは、お腹が空いていますので食料と、食料をいただいて、私は感謝していくっていうことですね。だけど世の中の人たちはね、そんな卓圧のように分かりやすくありません。何が必要なのかっていうことは相手をちゃんと見ないと分からないです。その相手を見て何を必要としているのかっていうことをちゃったらしく見極めて、必要としているものを提供する。しかも自分が喜んで提供した時に初めてそれが伏せとなります。こういうことです。だから無理してやったものは伏せとは言いません。苦しみながらやったものは伏せとは言わないんです。頑張ってやったものも伏せじゃないんです。伏
伏せとはですね、遊び感覚でやるんです。楽しみとして、楽しみの一環としてやるんです。だからなぜ伏せするの、あなたはなぜ伏せをするのって聞かれた時にね、はい、祝然となるからですと。そういうのじゃなくて、なんであなたは伏せをするのって聞かれた時に、はい、それが楽しみだからです、はい、それが自分にとって喜びだからです、やりたいからやってるんです。相手がね、私のために申し訳ありませんって言ったらね、いえいえ、私のためにやってるんですからね、お気遣いなくと。それが私にとっての楽しみだからやってる、これが伏せなんです。この伏せの喜びを知っていただきたいわけですね。この伏せにも法制と財政がありますけど、私だったら仏法をお伝えする、これが、伏せになります。その仏法をお伝えしているのは何のためなのか、皆さんのためじゃないんですね。私のそれが喜びだからやっているんです。仏法をお伝えすることが私の喜びだからやってるんです。だけど自分が喜んでいるからといってね、自分の話したいことだけ話すっていうのはダメなわけですよ。だから相手からの質問を聞いて、相手の顔をちゃんと見て、相手が必要としていることを相手に、相手の苦しみを抜いていけるように話をしていく。そうやって相手の苦しみが抜けるままがですね、私にとっての喜びだし、私にとっての楽しみなんです。だから人生を楽しみに変えるために伏せをしている。でこうやってね、伏せをするとね、感じるのはね、人の力を借りることに対してだんだん罪悪感がなくなってくる。伏せをしていくとね、気持ちよくお願いできると。すいません、よろしくお願いします。ね、それはいわゆる相手にとっての喜びだと思うからなんですよ。伏せを受けることがね。だから相手を苦しませることは良くないですけど、相手が喜んでやっていただけるのならばね、それは喜んで。お任せしよう、人の力を借りよう、そういう気持ちになっていくってことです。だから伏せをすれば、伏せを受けることが気持ちよくできるようになる。だからなぜ人の力を借りることができないのか、それは自分が伏せをしていないからなんです。自分が伏せをすれば、人の力を気持ちよく借りることができます。だから人の力をね、まず借りるためには不正に心がけてくる、これが大事ですね。で、相手をよく見るっていうことは、はい、不正をして喜んでくれるかどうかっていうことも大事なことです、ね、そうですね。不正をして喜んでもらえるかどうかっていうことは、相手が必要としているものにちゃんとジャストミートでね、提供できたかどうかってことなんですね。それもありますし、はい、結局不正を受けてもなんか受ける側が、はい、その不正をすることによってこう堕落していくような感じだったら、こう不正をしても意味がないんです。ないです。そうです。そしてやっぱりそこに出てくるのは、はい、その相手をよく見て、その人はやっぱ伏せにしてもいい人なのかどうかっていうのを見ていくっていう。見ていくってことはすごく大事だし、伏せをした後のその人の言動も正しく見てないといけないです。あ、渡したからそれで終わりじゃなくて、渡した後その人が、本当にその渡したものを使ってくれているか、大事にしてくれているか、そういうことまで見ていくってことが大事なんです。
ていうんだろう、こう口先だけでそのすごくねこう言ってても、はい、実際そうなのかどうかっていうのは分からないです、ね、分からないですね。だから口先だけに惑わされずにですね、その人の生き方を見ていかないといけないし、自分のいわゆる渡したものをちゃんと使ってくれているかどうか。だからその場でね、いやーありがとうございますってね言う人ってのは危ないわけですよ、逆に。こうやって私が出したものに出してありがとうございますってね、いやそのものによってね、いわゆるこう自分の 気持ちによってその上下がある方が普通なんですよ。本当に必要だったらね、ありがとうございますってなりますよね。だけど、そんなに必要じゃないものだったら、あ、すいませんありがとうございますっていうね、こう抑えるんです。とは自分の心に正直、どれだけ自分が必要としているかっていうことで決まるわけ。こういうことです。診断書きが伏せの精神を全く学べなかった。そうなんですよ、全然学べなかったんです。伏せが大事だ、伏せが大事だっていうことをずっとね聞いてきたと思いますけど、伏せを全くできなかったんです、ね、はい。分かっていただけたでしょうか。はい、じゃあちょっと休憩をしたいと思います。